ああ、レイチェル。僕はうっかりしていたよ。僕の義眼があるところには、鍵をしていたんだ。そして、その鍵は、僕のポケットの中だった。はい、これ。僕の目。できれば、君に見つけてもらいたいんだ。レイチェル。白衣かっさらったら全て解決だったのでは？確かに。つまり、白衣をかっさば、かっさばらったってこと？ここで噛んでんで。鍵が。先生が閉めたの？逃げないとダメだ。何かここを開けられるものを。バールを手に入れた。隙間にこれを差し込んで。開いた。エイチェル、どこに行こうとしたんだい？あの、逃げちゃダメだって言ったろ。ここは僕のフロアだよ。このフロア以外に君が逃げたら、僕の手で君をどうにかできなくなるじゃないか。いや、先生。君の生きた目をそばで見続けることが僕の望みだったのに。もうダメだ。仕方ないんだ。君はもう僕の理想の生きた青い目じゃない。だからレイチェル、この目を僕にちょうだい。そんな顔をして。やめて、離して。本当にただの青い目になってしまったんだね。僕は悲しいよ、レイチェル。ねえ、思い出さないかい？どうして君がここにいるのか、こんな目に遭っているのか。そうすれば、君は君を取り戻すのに。あの素晴らしい目に戻って、僕と共に生きよう、レイチェル。レイチェル、それでも君の目は今までのどの人間の眼球よりもずっと、ずっと美しいよ。話して、私、お父さんと
大丈夫さ。君はすぐにお父さんとお母さんに会えるよ。君のお父さんとお母さんはね、君を地獄で待ってる。さあ、レイチェル、眼球を。レイチェル。レイチェル。レイチェル。ああ、やっぱり君は。なんて素敵な目をするんだ。今すぐこれを外してあげるよ。さあ、行こう、レイチェル。僕は、なんて幸福なんだ。お前。おいおい、ダニー、なんて幸せそうな声出してやがんだ。我慢できずにお前を切っちまったじゃねえか。ねえ、お嬢ちゃんよ。てめえを追いかけてきたらとんでもねえことになっちまったな。なあ、行きたいか？なら今すぐ逃げろよ。逃げてもがけ、希望を抱いてな。そこもぶっ刺してやるよ。つまんねえ顔だな、おい。せっかく俺がこうやって刃の先をつけつけてんのに、行きたいとも思わねえのか？俺はまともな成人男性だから、お人形さんを切り裂く趣味はないんだよ。なんだお前。のこのこ現れやがって、どういうつもりだ？ああ、あのね、お願いがあるの。ああ、お願い。私を殺して。気持ち悪いこと頼むなよ。マプさん、うめえと思ったら普通にゲーム内だと。なあお前、さっき殺してほしいって俺に言ったよな。うん、言った。俺バカなんだよ。だからさ、一緒にここから出る手助けをしてくれよ。そんでもって外に出ればお前もちったいい顔するかもしれねえだろ。そしたらお前を、お前を殺してやるよ。本当？
ああ、お前がちゃんとやればな。わかった。じゃあとっとと、こんなところ出ようぜ。仲間を手に入れたってた。